まりさ、モンハンにはとんでもなく危険なモンスターがいるわよね。ああ、そういうモンスターもたくさんいるが、それがどうかしたのか？そういう時って、一般の人たちはどうしているのかしら？ハンターは立ち向かうしかないけど、他の人たちがどうしているのか気になったのよ。モンスターが人類の大きな脅威になる場合、ハンターズギルドが非常事態宣言を出すぜ。一般の人たちは避難しているし、ギルドも動いているんだ。ハンターの立場だと気づきにくいけど、裏では人が動いているのね。でも、具体的にはどんなモンスターに対して非常事態宣言が出たのかしら？事情は様々だが、ギルドが非常事態宣言を出したモンスターはたくさんいるぜ。知りたいわ。じゃあ今回は、そんな非常事態宣言を出されたモンスターを紹介してやろう。聞いているだけで壮大な気分になる。ラスボス級モンスター揃いだから、楽しんでくれよな。感覚麻痺しそうだけど、楽しそうだわ。まず、モンハン世界における非常事態宣言について話しておくぜ。現実世界とそんなに変わらないんじゃないの？ああ、一般人に避難してもらうというのは変わらないな。違うのは、原因がモンスターってことくらいかしら？それもあるが、非常事態宣言を出すのはハンターズギルドなんだ。なるほど、国が出すんじゃなくハンターズギルドが宣言を出すのね。で、ギルドは宣言を出してから何をするの？避難指示と該当地域の出入りの制限をしてから、優秀なハンターを派遣して調査と迎撃準備を行うぜ。その準備をしてから、私たちがプレイする戦闘が始まるってことね。そういうことだ。表向きには描写されないが、この迎撃にはギルド内とも参加するぜ。あの、かっこいい格好をした人たちも参加しているのね。でも、迎撃の主役はハンターなのよね。そうだな。ちなみにこの時ばっかりは、同時参加は4人までといういつもの規則が発揮されるぜ。人数制限なんてしてる場合じゃないもんね。でも、どうしていつもは4人までなのかしら？過去には5人以上の狩猟も行われていたんだが、死亡事故が発生したそうなんだ。あら、そんな生々しい出来事があったのね。それからはモンハン世界において、5は意味数になったんだ。意味数？縁起が悪いから忌避される数字のことだな。日本で言うなら、4の数字が死を連想させる不吉な数字とされている。部屋番号に4が存在しない物件とかもあるわね。それがモンハンでは5なのね。そういうことだ。まあ、非常事態宣言下ではそんな風習にも構っていられないから。5人以上どころか10人以上のハンターが参加することも珍しくないぜ。モンスターの撃退に失敗したら、とんでもないことになるもんね。それより、非常事態宣言を出されるほどのモンスターが気になってきたわ。さて、シリーズで初めて非常事態宣言が出されたモンスターは、元祖防衛戦のターゲット、ラオシャンロンだぜ。あ、やっぱりラオシャンロンなのね。あの大きさのモンスターが出現したら、確かに避難しないと危ないわ。ラオシャンロンのすることはただ歩いて移動するだけだが、6960センチもある全長が災いし、人間にとっては災害となってしまうんだ。ラオシャンロン自体に悪意がないのが悲しいところね。確かに、ただ歩いているだけだからな。ラオシャンロンが出現した際は、その進行ルートに近い集落には非常事態宣言が出され、住民たちは避難を勧告されるぜ。でも、ラオシャンロンってどこから出てくるのかしら？事前に来るのが分かってれば、急いで避難しなくてもよくない？それが問題で、ラオシャンロンは神出鬼没なんだ。突然出現するの？その通りで、ラオシャンロンは地下から急に現れると言われているんだ。地中からラオシャンロンが出てくるのを目撃した、という記録もあるんだぜ。それじゃ、なかなか予測ができないわ。なのに、よく砦を用意しておけたわね。ハンターズギルドは過去のラオシャンロンの記録から逆算して、おおよその出現地域と進行ルートを予測しているんだ。作中で登場する砦は、あらかじめ用意されたものなんだぜ。あんな立派な砦、即席じゃ作れないもんね。新大陸固有調査団は緊急でなかなか立派な砦を作っていたけどな。事前に準備しておくに越したことはないということだぜ。そして、ラオシャンロンが迫ると同時に、ハンターたちの総力戦が始まるんだ。ゲームの中だと、4人までしか参加できなくない？そうなんだが、ラオシャンロンの背中に岩を落としたり物資を運んだりと、見えないところで他のハンターたちも活躍しているんだぜ。できることなら、おこぼれ目当てでうろついてるイーオスも駆除してほしいところだけどな。イーオスに構っている暇もないんじゃない？かもしれないな。ラオシャンロンはモンハンのメインテーマ、英雄の証が初めて流れたモンスターで、世界観的にもゲーム的にも、なかなかにビッグなモンスターというわけだ。そうね。でもマリサ、一つだけ突っ込みいいかしら？どうかしたのか？ギルドもルートを予測できるんなら、その近辺を居住禁止にすればよくない？私の解釈ではあるが、ラオシャンロンの出現は珍しい現象なんだと思うぜ。仮に禁止にしたとしても、国の管理でもないし、人が定着してしまう可能性もある。忘れた頃にやってくるのなら、しょうがないのかしらね？そもそも固有種は、一般人が生涯のうちに出会う可能性が低いからな。ハンターやってると忘れがちだけど、固有って超レアなのよね。
しかも、ラオシャンロンが移動している理由はミラボレアスから逃げるためとも言われる。しょっちゅう出現していては、人類どころか世界がヤバいぜ。頻繁にそんな事態が起きてたら、さすがに人類も絶滅しそうね。次に紹介する非常事態宣言が出されたモンスターは、あのサイズでまさかの甲殻種、シェンガオレンだぜ。そういえば、シェンガオレンもラオシャンロンと同じように砦で戦うわね。そのサイズから、砦ガニとも呼ばれているな。シェンガオレンも、ラオシャンロンみたいに地中から出てくるのかしら？それも含めて、シェンガオレンは謎が多いんだ。ドンドルマなどの拠点の近くを縄張りとする個体もいるようで、街の近くに急に出現することもあるそうだな。急にあんなのが出てきたら腰抜かすわ。でも、ラオシャンロンはミラボレアスから逃げるって目的があるけど、シェンガオレンはどういう理由で行動しているのかしら？それも不明なんだが、シェンガオレンは厄介な性格をしていてな。縄張りや進行ルートの近くに邪魔なものがあると容赦なく破壊してしまうんだ。シェンガオレンは移動しながら被害を及ぼすわけね。でも、でかいとはいえ甲殻種よね。建物を壊すなんてことできるのかしら？シェンガオレンの外殻は金属以上の硬度を持っているぜ。だから、建物くらいなら簡単に壊せるだろうな。なるほど、ギルドが非常事態宣言を出すのも納得だわ。建造物が多い場所なら、普通の固有以上に危ないかも。さて、固有そのものの希少性に触れたところで、次に紹介する非常事態宣言を出されたモンスターは、ドスコユーインドンドルマだぜ。ドスコユーって、クシャルダオラとかオオナズチとかよね？そうだぜ。ドスコユーたちには申し訳ないんだけど、いつものメンツって感じよね。非常事態宣言が出されるほどのモンスターとは思えないわ。ハンターをやっていると、その辺の感覚が麻痺してしまうんだよな。固有種というのは基本的に自然界でも上位の存在であって、海に位置する他の生物や人間たちなんて意にも介さない存在なんだ。じゃあ、なおさら非常事態宣言なんていらなくないかしら？普通の場合はそうなんだが、ドンドルマの場合は話が別だぜ。あ、そういえばドンドルマの話だったわね。一応説明すると、ドンドルマはドスのオンライン拠点として登場し、4G では新拠点としても登場したモンハン世界の大都市だぜ。いい街ではあるんだが、固有に襲撃されやすいのがたまに傷だな。ドンドルマを狙って固有が襲来するとき、ギルドは非常事態宣言を出すんだ。固有が襲撃してくるって、モンハン世界の街としては致命的なんじゃない？ドンドルマの人たち、よく街を捨てないわね。逃げるどころか、迎撃施設を用意して真っ向から立ち向かってるんだよな。ドンドルマの人たちは勇気があると思うぜ。でも、どうして固有が来やすいのかしら？それは謎なんだ。だが、固有たちが襲来する何かがあるのは間違いないだろうな。ドス固有の中でもひときわおとなしく、自分から手を出すことのないオオナズチも、ことドンドルマに関しては普通に襲撃してくるんだ。ガンジーも助走をつけて殴るレベル、みたいな話だわ。いつか、ドンドルマに固有が来やすい理由もわかるといいわね。今後のシリーズで解明されることを望んでいるぜ。ちなみにトラウマラスボスとして有名なゴブマジオスが襲撃したのもドンドルマで、もちろんだが、この時も非常事態宣言が出ていただろうな。ドンドルマが今も存在してること自体、かなりの奇跡よね。次に紹介する非常事態宣言が出されたモンスターは、トライのオフラインのラスボス、ナバルデウスだぜ。海の中にいる、でかいモンスターよね。大雑把な言い方だが、それで間違いないぜ。ナバルデウスは全長5837センチもある超大型モンスターなんだ。でかすぎて、海底などにぶつかるだけで近隣地域は地震に襲われてしまうぜ。固有は謎のエネルギーで超常現象を起こす存在だけど、ナバルデウスは物理なのね。そういうことだな。さて、順を追って説明するが、トライの舞台となるモガの村は地震に悩まされていたんだぜ。ラギアクルスが原因と見られていたが、ハンターが討伐しても地震は収まらなかったんだ。めちゃくちゃ怖い状況だわ。でも、そんなに地震が起きるならナバルデウスの仕業ってわからない？実は、ナバルデウスは伝承上の存在と認識されていたんだぜ。トライの作中で発見されるまでは、現実に存在すると思われていなかったんだ。なるほど、架空の生物が現実に存在していて、びっくりだったわけね。その通りだぜ。トライのストーリーに登場したナバルデウスは同種でも異質な個体で、うかくの異常発達で視界が遮られて不機嫌な状態だったんだ。機嫌が悪いから、いろんな場所にぶつかって地震を起こしていたと。そういうことだ。モンハン世界において、これは天文学的な確率の低さだと思うぜ。ただでさえ希少な固有の中でも異質な個体なんだもんね。これは非常事態宣言待ったなしだわ。その通りで、ハンターズギルドはモガの村と周辺地域に非常事態宣言を出したぜ。もちろんだが、モガの村の住民はギルド職員もハンターも含めて避難勧告が出された。でも、それじゃストーリーにならないわね。ああ、モガの村のハンターと看板娘の愛者は勧告を無視して村に残ったんだぜ。さらに他の村人たちも勧告を拒否し、村長も根負けしてしまったんだ。非常事態なのに、誰も逃げなかったのね。
ドンドルマに負けず劣らず、モガノ村の人も勇敢だわ。ちなみに、作中でギルドの非常事態宣言に従わなかったのはモガノ村だけだぜ。ラオシャンロンの時は住民が避難して、ハンターも総動員だったのよね。しかもハンターは単独でナバルデウスの撃退に挑戦しているからな。成功したからいいものの、世界観的には無謀もいいところだぜ。モガノ村ハンターはギルドの想定を超える超人だったってことね。でも、非常事態宣言を無視したなら、それなりのけじめが必要になるわね。お咎めなしだったら、宣言の効力が疑われかねないからな。実際、看板娘の愛車はこの件でクビになるところだったぜ。ナバルデウスの撃退という異様に免じて、そのまま働けているけどな。本来なら問答無用で解雇処分だったのね。非常事態宣言の重さがわかる処分だわ。次に紹介するのは、砂丘を泳ぐ超巨大固有、ジエンモーランだぜ。11,161cm という脅威の体長を持ち、その2割を強靭な牙が占めているんだ。いつ聞いても、存在自体がびっくりな生物だわ。こんなのが砂の中を泳いでいるなんて、信じがたいわね。ジエンモーランは砂を泳ぐことに特化していて、肺活量や運動能力もそれに見合うくらいに高いんだ。イルカのように華麗にジャンプして船を飛び越えることもできるぜ。ひえー。こんなのが接近したら、そりゃギルドも非常事態宣言を出すわね。実は、公式には非常事態宣言が出された形跡はないんだぜ。だが、ジエンモーランは珍しい対応がされるモンスターだから紹介したんだ。え？ジエンモーランが接近するのはロックラックという町なんだが、この町ではジエンモーランの出現が確認されると祭事が行われるんだぜ。正確に言うと、ジエンモーランの出現の合図となる砂嵐が発生したら、だな。いやいや、逃げないとダメでしょ。ジエンモーランの出現は確かにロックラックにとっては危機となるから、ギルド関係者やハンター以外の人間は避難することが多いぜ。だが、残ったハンターたちは遺産でジエンモーランに立ち向かうんだ。ロックラックを守るためかしら？それもあるが、ジエンモーランの素材が超高値で取引されるからでもあるぜ。仮に討伐に成功した場合、町の財政状況が一変するほどのお金になるんだ。個人のハンターなら、おこぼれだけでウハウハだぜ。私もお金にはダメついけど、危険を冒してまで稼ごうとは思わないわね。だが、霊夢が思う以上にジエンモーラン狩りは人気でな。募集をかけると各地から腕の立つハンターが集まってくるんだぜ。そのおかげで、ロックラックはお祭り状態になるわけだ。でも、失敗したら終わりよね。ハンター自身も危ないが、ロックラックも壊滅だな。恐ろしいわ。ちなみに、いくら腕の立つハンターといっても、倒すことまでは考えてないと思うぜ。ハンターたちの主な目的は、象徴である牙や背中に発生している鉱物だ。別に倒さずとも、これらの素材が手に入るだけでウハウハだからな。倒さなくていいなら。いやでも、さすがにそれをやる度胸はないわ。ハンターたちは、私の想像以上に命知らずなのね。さて、次に紹介する非常事態宣言が出されたモンスターは、ダレン・モーランだぜ。ジエン・モーランの禁煙種と言われるモンスターで、頭部の角が特徴だぜ。ちなみに全長は 11,446cm で、ジエン・モーランよりも少し大きいぜ。にしても、ジエンモーランは牙が象徴的だったけど、こっちは角なのね。角の形状もそうだけど、他の部位も全体的にゴツゴツしてるわ。ジエンモーランと比べて、ダレンモーランは気性も激しいぜ。なるほど、非常事態宣言が出るのも納得だわ。ダレンモーランが出現し、法の拠点であるバルバレに接近した際、ギルドは非常事態宣言を出すんだ。だが、ジエンモーランと同じく、こちらもお祭りの側面があるぜ。ダレンモーランの素材も高く売れるのかしら？素材にも価値はあるが、それ以上に大きいのは名声だな。ダレン・モーランを撃退討伐するというのはかなりの名誉なんだ。だから出現に合わせて、バルバレでは、腕自慢祭り、なるお祭りが始まり、ジエン・モーランと同じく、各地から腕の立つハンターたちが集結するんだ。強力なモンスターにあえて立ち向かいたがるの、ハンターの悪い癖よね。赤絹の男も主人公ハンターに対して似たことを言っていたな。でも、ジエン・モーランとダレン・モーラン、どっちが強いのかしらね。人類にとっての危険性は同じくらいだと思うぜ。だが、攻撃性と知性はダレン・モーランの方が上だな。あら、そうなの？ダレン・モーランは外敵に積極的に攻撃を仕掛けてくるからな。ジエン・モーランと同じく背中の岩を飛ばすこともあるんだが、ダレン・モーランは船の主要設備を塞ぐ攻撃も仕掛けてくるんだぜ。人間が兵器を使うことを熟知して、それを防ぎに来るのね。そういうことだ。ダレン・モーランの危険性はジエン・モーランと同等か、それ以上ってことだな。改めて、これに挑んでいくハンターの度胸に驚かされるわね。某主人公の我らのダンハンターは、武器防具なしの裸状態でこいつに突貫しているぜ。団長がスカウトしたのも頷けるよな。チュートリアルでダレン・モーランに対抗するのよね。ゲーム的にはなんとなくこなしていたけど、世界観的には衝撃の出来事だわ。
次に紹介する非常事態宣言が出されたモンスターは、あの近畿のモンスター、アルバトリオンだぜ。他のモンスターのようなデカさではないが、かなりの危険性を秘めたモンスターだ。アルバトリオンなら非常事態宣言が出るのも納得だわ。でも、どこかの町に侵攻してきたって話は聞かないけど、どうして宣言が出たの？新域において、存在が確認されたからだぜ。存在が確認されただけで非常事態宣言が出るの？さすがは近畿のモンスターだわ。アルバトリオンは膨大な属性エネルギーを秘めていて、いるだけであらゆる天災を引き起こし、他の種を根絶してしまう危険生物だからな。でも、別にアルバトリオンは何もしていないのよね？そうなんだが、存在が確認されただけで近隣の町や地域はパニックになるぜ。確かに、近くにこんなのがいたらパニックにもなるかも。これはアルバトリオンの気分次第だから読めないところだが、仮に移動して近づいてきた場合、それだけでそこの人たちは終わってしまうからな。だからギルドは非常事態宣言を出して、裏で奔走していたんだぜ。なるほどね。でも、アルバトリオンがその気になったら、逃げても無駄よね。近畿のモンスター全般に言えることだが、逃げる？どこに？状態になるよな。存在していたことは不幸だが、神域にこもってくれていたことは幸運だと言えるな。活発に動いていたら、世界中が大パニックというか、不毛の地になっていたわね。そういえば、アルバトリオンは他の作品にも登場していたわよね。その時は非常事態宣言は出なかったの？クロスシリーズでは溶岩島に出現しているが、同じようなパニックになったと思うぜ。あまりに強大すぎて、一般人には知らされていない可能性も高いけどな。教えたところでパニックになるだけっぽいもんね。さらに言うと、アイスボーンの舞台、新大陸にもアルバトリオンは登場しているぜ。この時は遊郷の谷に出現しているな。これまた非常事態だわ。だが、新大陸は人が暮らす町や集落が存在しないんだ。固有調査団は大忙しだったと思うが、非常事態宣言は出ていないぜ。なるほど、人類の危険が大きい時は非常事態宣言が出るけど、新大陸に関しては人が住んでいないからそもそも出しようがないのね。次に紹介するのは、これまた近畿のモンスターで人類の直接の脅威となった、グランミラオスだぜ。ミラボレアスと関連があると言われているが詳細は不明で、とにかくでかいんだ。その全長は、脅威の6288センチだぜ。ラオシャンロンくらいでかいのね。近畿のモンスターだし、アルバトリオンみたいに存在が確認されての非常事態宣言なの？いや、グランミラオスは明確に人類と敵対したモンスターで、作中でも海中から現れて、破壊をもたらそうとしていたんだ。かつて出現した際は、現在の厄介という海域一帯を見え立たせて、周囲の島を沈めてしまい、人間も多くの犠牲者を出したんだぜ。これまでのモンスター以上に、明確に人類にとって危険な存在ね。だからこその非常事態宣言だな。でも、かつて出現した時はどう決着がついたのかしら？人類が総力を挙げて抵抗し、なんとか撃退に成功しているんだ。その脅威の名残は国有払いの灯台や厄介の故障などに残っているぜ。なるほど、歴史に名を刻むくらいの脅威だったってことね。これは非常事態宣言が出るのも頷けるわ。しかも、かなり久々に出現しただろうし、人類もびっくりしたでしょうね。そうなんだが、ギルドは非常事態宣言を出す前から準備をしていたんだ。グランミラオスのクエストのキャンプに物資がたくさんあるんだが、これはいずれ来るかもしれないグランミラオスに備えて用意されたものなんだぜ。なるほど、ギルドも準備はしていたのね。ああ、最終的にグランミラオスはハンターに討伐されたわけだけどな。そう聞くと、本当にハンターはヒーローなのね。ギルドが総力を挙げても倒せるかどうか。という怪物を討伐するわけだからな。ハンターは世界を救ったとも言えると思うぜ。そう考えると、ハンターを操作する私も鼻が高いわね。おや、霊夢はグランミラオスを倒してたっけか？これから倒してみせるのよ。非常事態宣言が出されたモンスターの紹介は以上だぜ。アマツマガツチとかダラアマジュラが紹介されなかったのはびっくりだわ。アマツマガツチはハンターが討伐できなかった場合は宣言が出ただろうし、ダラアマジュラもタイミング次第で宣言が出ていたかもしれないぜ。非常事態宣言は人類への明確な被害が想定された場合に出るものだからな。被害が想定される前に倒されたとか、強いけど人里から離れてる場合は出ないのね。にしても、モンハン世界の人類のたくましさも実感できたわね。モンハン世界の人たちは、未曾有の危機にさらされながらも力強く生きているわけだな。その姿勢に学ぶところも大いにあると思うぜ。そうね、ゲームばかりやってるけど、私たちもたくましく生きないといけないわ。そうだな、私たちも現実と戦って生きていかないとな。だが、それは明日からにして、今日はモンハンやろうぜ。そうね、明日から本気出せばいいのよ。非常事態宣言を出されたモンスターの凄さを再認識した人は高評価を。モンハンの設定をまとめた動画も投稿しているから、チャンネル登録もお願いね。紹介されたモンスターとの思い出など、コメント欄に書き込んでくれよな。ご視聴、ありがとうございました。一
生き抜くだけでも厳しいモンハン世界では、仲間で協力し合うことも必要だ。人間たちもそうだが、モンスターたちも例外じゃないんだぜ。と聞いて思い浮かぶのは夫婦モンスターだと思うが、それだけじゃないんだ。徐々に進化して合体技を獲得した夫婦、さながらプロレスのような相棒関係など、阿吽の呼吸のようなコンビネーションを持つモンスターをまとめていくぜ。次回、最高に息ぴったりな夫婦、相棒モンスターまとめ。ゆっくり見ていってね。